すげえ。すごいね。こっちは。わあ、すげえ。こっちはこっちですげえ。2週間の北マケドニア旅を終えて、流浪の東ヨーロッパ編第4カ国目はアルバニアへと移動してきたちゃんこタイムズ。陸路にて国境を越え、アルバニアはティラナへと移動した2人。そのままバスを乗り換え、世界遺産の街ベラトへ。ありがとうございます。晴れです。心地いいだよね。気持ちよすぎる。寝ちゃいそう。寝ちゃってた。今12時です、うん。ということでね、今日はアルバニアの世界遺産、ベラートの観光に行きます。久しぶり。うん。まあ、どこに行くんでしょうね。まあ見るとこなんていっぱいありそうですけど、どこを選別してなかった。なるほどね。はい。ということで早速行っていきましょう。今日の観光地、大きく分けると2つですね。厳選しました。はい。まずはこの街を降りていこうか。じゃあ右から行く。細っ。細っ。あ、ここ通ってきた。ここ通ってなくない？通ったよ。細っ。こんな細いとこ通ったの？通った通った。細っ。細っ。おお。気をつけてね。滑るも絶対痛い。じゃあ壁こんな高いと迷路だね、本当に。ね、かわいい道。これが世界遺産になるもんな。かわいい。ここマジの世界遺産だから、本当。ああ今回は偽物じゃないね。偽物っていうのやって、それベリコタルノが偽物みたいな感じの。こうちゃんの発言が偽物じゃないのね。こうちゃんのね、そう正しいです。ここ、わぁ、この店とかめっちゃ可愛い。ちょっと川見えてるのいいね。ね、屋根の色と川の色が川綺麗だね、ほんと。何あの色。最高でございます。これはメルヘンチックですね。ね、これ見てよ。バラなんか咲いちゃったりして、バラじゃないけど。どこがバラ。え、待って。なんか咲いちゃったりして。咲いちゃったりして。チリンの花咲いちゃったりして。そしたらこっちに夢があったりして。死ぬよ、今日の可愛い。こっちもまだいっぱいだったんだ。知らなかった。そうだ。わー、この色合いがいいな。緑と白と、この茶色。すごい。ドラクエのさ、城下町あるんだよ。下に到着しました。すごい。山が。山がすごい。山がすごいよ。ティラナから一人750円くらいで来れるから。ああ。
くべきだ。この景色が見たいのは行くべき。渡れそうじゃん。渡っちゃう、渡っちゃう。これが石で、石の橋です。見たらわかりますけど石だろうなぁとは思いますけど。これが石の橋です。まあ、そうですよね。まあ、見たらわかりますけど。で、結構その、Google のベラドの写真で使われているのはあそこから撮ったあっちの写真なの。なんで行きましょうって話ですね。そういうことです。うわ、え、待って、独身状態だ。ラッキー。すごい、すごい、こういうこと。確かに綺麗ですね。綺麗ですね。川ちょっと綺麗すぎない？川ちょっと綺麗っていうか、なんかさ、川の色可愛いね。ねえ、何色に見える？うちゃん、美味しいクリームソーダのアイスクリーム。こうちゃん、茶色。茶色に見える、これ目くそくんだ、僕。よくそれで綺麗とか可愛いとか言ったな色合いとか。あ、そうだ、語るな、もう。あ、すっごい綺麗。おぉ、これあれだね、北マケドニアとは全く違うね。全く違う、ブルガリアとも違うし、来たことのない場所です。おい、あんまり行くな、写真撮んだから。あ、吸い込まれてた。すいません。すげえ。かわいい街。はい、じゃあ、うちゃん。はい。ご飯食べます。俺たちまださ、アルバニアの料理食ってないじゃん。うん。なので、今日はアルバニアの料理食べます。食べたかったです。こうちゃんはムサカ食べたいんだよね。気になるよね。これもね、結構確か有名だったこと。だって気がする。このなんていうの、フェファジェシェ、ファジェシェ、ファジェ、ファジェ、ファジェシェ、フェ、フェル、フェルゲッセ、フェル、ちょっと待って、フェルジェッサ、これフェルジェッサだ、フェルジェッサ、フェルジェッサ、え、これも気になんない？ほら、トラディショナルベラットって書いてるよ、ここ2つ。本当？ベラと郷土料理。あ、わあ、ムサカ？わけもあ、ビーネス。ビーネス。ビーネス。うわ、なんだこれは。すごい。さあ、到着。大量のアルバニア。行きまーす。はい。最初はパルゲッサ。パルゲッサ。パルゲッサ。はっか。うまっ。おいしい？うん。スパイシーチーズ卵トマトみたいな。あ。食べたことあるので言ったらメネメンに近いかも。あ、うん、美味しい。うわ、なんかさつま揚げみたい。え、あ、なんか肉みたい入ってる。なんか肉とチーズかな。チーズかね。チーズが出てきた。チーズが出てきた。めっちゃ美味しそうだ。うまっ。おいしいね。うん。唐揚げ？あ、唐揚げにチーズが入ってる。うん、唐揚げみたいな味。めっちゃうまそうじゃん。めっちゃうまい。まさか食べます。うわ、柔らかい。初ブルガリア以外のまさか。
ていきます。うめぇ、うめぇの。待って、ムサカ全部これだったらムサカっていう料理がめちゃくちゃうまいのかもしれない。ブルガリアのあの食べたムサカもめっちゃ美味しかった。これもすごい美味しい。何が違う？違うはね、あ、ジャガイモの味が結構強いかも。あと肉はね、ラムではないの。これは豚かな。でもあとは基本一緒かな。めちゃくちゃ美味しいです、これ。また出会っちゃった。また出会っちゃった。出会っちゃった。ムサカ好きだわ。めちゃくちゃうまいやろ、ここ。めちゃくちゃうまい。止まらない。うまっ。バルボッサにガーリックパンつけて、うん、キャプテンバルボッサになろう。アルバニアローリー好きだな、これ。全部美味しくない？ふーちゃんのお父さんとかも好きそうだ。え？チャラ揚げにチャーズって。ずっと住んできてえな。もう何でも忘れられそうだよ、ここにいたら。ベラトに住んで、ベラトで一番有名な日本人になる。アルバニア1日目がベラト、すごいことだな。みんな絶対ティラナだ。絶対ではないけどさ、まあティラナあたりじゃん。ベラト、父ちゃんいつかさ、こう先だけファンタジーな街だけを行く世界の幻想の街編っていうのを作ろうかな。もうその街から街しか行かない。もう他寄り道しない。幻想の街へとただただ行くっていうだけ。動いていくだけ。動いていくだけで、今みたいな動きなんだけど、もう街だけをターゲットにして。うん、いや、ベリコからベラトみたいな。あ、そういうことだ。ベリコからフリド行って、フリドからベラトみたいな。なかなか楽しそうじゃん。でしょ。なかなか金かかりそうでしょ。なかなかすごいかかるね。ごちそうさまでした。とても美味しかったですね。ね、次はね、ありがとうございます。赤い旗が見えるでしょうか。あそこの赤い旗が見えるでしょうか。あそこに登るんですよね。まあ行きましょうか。いや、天気良すぎるんでしょ。天気いいね。お店の人からもね、あの長寿がいいね。あれで、まあ、もともと目はつけてたんだけど、より一層行ってみたくなりました。めっちゃいいって言ってた。感情こもってたよね。めっちゃいいって言ってたよね。じゃあ、あの店主さんにアルバニア語で感謝を込めて。これメンデルト。すごい自然だね。うん、緑すごいね。緑、緑、うん、若い人が多いこの街は。大学でもあるのね。あるんじゃない。ありそうだよね、マジで。どう、学生だらけは怖い。怖いの。絡まれそうで怖い。若干絡まれてるところもある。若干絡まれてるね、さっきは。若干絡まれてる。若干で。いやー、観光客っぽい人じゃない。違う、学生だ。歩き方が
この道の人だ。慣れてる人か。見てこの地面、歩きづらい。これからずっとずっと上に上がってくる。いい運動ですね。いい運動ですか。いい運動ですよ。こんな美味しいご飯を食べるに値するいい運動ですよ。ですこれをすることによって明日のご飯がまた美味しくなっちゃう。罪悪感ゼロ。って顔されたの。でも俺たちより前に行きたいから行かせてあげる。先に食べ始めた。あそこで食べ始めた。あ、食べ始めた。道変えた。道変えた。道変えた。相当嫌なんだろうな。ごめんね。申し訳ない。今度何ですか、あれは。待って。ロバーですね。じゃあね、行きましょう。行きましょう。ちょっとあの目のやつもうちょっと位置上げた方がいいよ。見づらそう。あの最高の人に。さらに上に行きます。確実に登ってきてる。これ多分観光客が行くような正規ルートではないから誰でもいないんだけど、本当はね反対側から回ってこれるっぽいから、そっちから多分みんな行ってんのかな。気づかなかったね。気づいた頃にはこっち登ってたもんね。フォトボードでできなかったらね。Where are you going? Japan. Nice. Where are you going? How? Last, this way. This way. This way.Thank you. 優しい。優しい。じゃあ、合ってることが。うん。わかりました。多分困ってるように見えてる。優しい。優しい。優しいな。どうなった？丸くなった。ちゃんと変わるよ。何？いい言葉来た。もう一回撮ってやろう。もう一回言ってくれみたいな感じだ。そんな撮るほどのことじゃないから。何言った今？え？キップしたら無坂の足にした。幸せって言ったら今の描写、撮る今の描写。あ、見て。お、やば。やばいね。すごすごいな。アルバニアの街並みはのどかでいいわ。のどかだね。うん、のどかな曲が聞こえてそう、きそう。例えば？え。デレレレデレレレデレデレレレレデレレレデレデレデレレデレレレ。終わり。フレームワードしても終わらないのだけはやめて。最近流行ってんなそれ。
やっと着いた。あ、いいね、この草のどんどん生え方も、どんどん石の感覚が狭くなくなってって草が広がっていく感じ。これいや、わあ、立派だ立派だ。ただ前だけどきつい、きついな。足腰パンパンになるって、こんな毎日歩いてた。あの競馬の馬みたいになっちゃう、ムキムキになっちゃう。出ちゃうね。一緒になるでしょ。ちゃんだけならないでしょ。ラッパ禁止って書いてある。ラッパ付近のタグだな。気持ちもタグ。キテラスタが流行ったあたりなんだろう。じゃあみんな日本の板でラッパー着る。結局天井量はなさそうだ。なさそうだ。すごいな、街みたいになってる。街みたいになってる、すごい。え、住んでるよ、普通に人。住んでるよ。何もないと思ってたから。ねえ、びっくりだね。びっくりだ。普通にご飯屋さんとかもあるし。え、そう。待って、あそこ一気にするよ。ちょっと行ってみようぜ。どうぞ。あそこ上女の人立て。でっかいね。イケメンじゃん。壊れ方いいな。よいしょ。あ、ここすごい。あ、すぐそこあったよ。おお。あそこどうやった？あそこは多分登れそうだ。階段ある。すごっ。どうすごいちゃんこれ。すごい。すごいね。そこにならないっすね。のどかだね。で、ほら見て。あそこさ、後ろこれ山だよ。この高いやつ。お、ほんとだ。視野狭かった。終わり。ふっちゃん、ここが山で、ここより高い、あそこの奥の山があった。で、さらにそれより高い山があったよ、あそこ。いや、あれ何怖い。でかすぎる。でかいでしょ、あれ。あれ山？あれ山です。半端ねえじゃん。ここも結構登ってきたとこだったりする？登ってきてるね。2,300 くらいはあっちゃう。300。それってさ、酸素を使ったりする？しない。しない。しない。全然しない。空気美味しい。行きます。わあ、いいね、この崩れ具合が。いいね。最高だな。思ってたより木高かったね。あ、でもすげえいい景色だ。あれだね、アルバニアってさ、他の国と違ってさ、他の場所ってさ、例えばプリリェプがあったらプリリェプがあって、その周り30分くらいではほとんど何もないみたいな、うん、あれだったけど、ずっと街があんだよね。わかる？うん。ベラトで撮ってくるときもさ、ほとんど街途切れることなかったんだ。だからなんか、すごいね。ベラトずっと入れんな、これは。これも沈没としたぞ、かなり。どう？まあ、うん、まあそうだね。
まあ、ちょっと人少ない方がいいかな。人多いこれ。あの学生街ってこと？ああ。だってあの観光地のところはほとんど人いなかったじゃん。朝歩いてきた。あ、そうだね。朝の感じは良かった。夜の感じが好きじゃないって。夜の感じまだちょっと怖い。ああ、雰囲気は確かにそうかも、ね。ええ。アジア人が住みやすい感じではなさそうだよね。それは感じましたけど、確かに。街としては、うん、結構いいね。ずっと見てたい景色しかない。そうだね。行きますか。ちょっと水飲まして。ダメ、生徒やらされてる、やらされてる、はい、こんなやらされてる生徒出したくない。外でやりたくないだから、まずこれ生徒外でやりたくなくない？こう怒ってるみたいじゃん。あ、ダメ、水飲んじゃう。ん、水飲んじゃダメ、生徒。あら、いや、たくさんだけど、こう飲むんだよ、こうして。ちょっと、せーさん、せーん、お前、目閉じんなよ。こうやって、せーさん、ほら、目塗ってんじゃん。こうやって、もういい、顔で飲んでるから、もう顔で飲んでるってことにしといて。顔で飲んでるってことにしといて。え、かわいい、ここら辺のバッグ。かわいい、普通。これはあれかな、アルバニアのデザインか。デザインなのかな。めっちゃかわいくない？かわいいね、建物が。すごい、この屋根独特だな。これかわいいね。うん、なんじゃこりゃ。ここまで世界観作られてると楽しいな。楽しいな、これ。この道楽しくない？この道相当楽しい。楽しいよね。ワクワクするね。ねえ、銀河を置いてたりしてさ、まあ楽しいな。わー、めっちゃ凄すぎて、絶句だわ。絶句、絶句と別句だったらめっちゃ別句。完璧に別句です。怖い、そこ、あ、下り順になった。怖かったね、今。見えなかった。うわー、すげー。うわー、こりゃすげー。わ、教会がある。出た。あれ、有名なやつですね。丸見えだ、ここは。道がすごい遠いんだよね、これ。こうやってこっちまで繋がってくるよね。うわー、最高だ。行ってみましょう。ねえ、でもめっちゃ滑るから気をつけて。うん、一瞬死にそうになった。誰が？ふーちゃん。え、でも生命線長いから生きれるでしょ。なんとかね。ついたね。こっち行こう。ウィー、到着。こんな開けたところにある教会がエモすぎる。天気いいからまたなんか雰囲気いいな。ね。あ、なんかさ、上のところはさ、ちょっとブルガリアとかでも見たかった。でも全然違うね。ペンが作ってなんか模様つけるのはやっぱりいろんな柄がありますけど、やっぱり可愛いね。そっちちょっと見てください。マジで危ないと思うからあんまり乗り出さない。
足がすくもんな。すごすご、あ、ギリギリ見えないのか。ギリ見えない。あそこですね、ギリギリ。でもそれを加味してもこっちの景色は別格です。すげえ綺麗。あの山高すぎ。俺一回あの山から景色見ようと思って計画立てました。どうもありがとうございます。高すぎ、高すぎ。いや、まあまあまあ、やってもよかった、やってもよかった。じゃあ明日はやちゃん初めてのお使い第2弾、景色を買ってきてください。じゃあ何するにも一人より二人の方がいいよねっていつも言ってるからさ。景色は二人がいいんじゃない。そうですね。こんなとこ住んでたら何も悩みとか抱えないんだろう。広い海が見てみたいと思うんじゃない？ああ、逆に？うん。人はないものねだりですからね。はい。かわいい。で、その木の下からチラチラ、この布の下からチラチラ見える景色が、うん、すごい。すごいね。こいくぞ。ふーちゃん、あれじゃない、あの見えてる旗。あれだ、あれですか。でっかいですからね。あの旗一番でっかいですからね。でかかった、うん、階段ありますかね。わー、はいはいはい、ありました、ありました。え、下って登るのか、これ下るんだろうね。下るんだろう、やっとだ。また旗は目の前ですよ。よし、まだ下見てる。下到着しました。じゃあ行きます。いいですか。はいはい、ちょっと、せーの。うわ、うわ、すっごい、めっちゃ綺麗。思ったより頭頂部でしたね。ああ岩肌の感じがよく見えるな、上からだと。すげえ。すごいね。こっちは。わあ、すげえ。こっちをこっちですげえ。わあ、すごい。意外とカラフルなんですね。うん。そこのさ、うん、俺たちが住んでる宿があるね、うん。屋根めっちゃ可愛いね。で違うんだよ。ちょっと雰囲気が。いや、建物は一緒かな。なんかさ、あの岩の形に合わせてなのか分からんけど、なんかこっちの方がいろんな形やね。うん、うん、そうです。また新しい価値観が手に入りました。なんか最近価値観よく言いますね。どうですか、うん、なんかぺちゃんの想像力がかき立てられます。あんま変わんないやつ。まあ、この景色に免じて今日は許すわ。次回、冒険と石の町、お楽しみに。比べてね、不要範囲っていうのが
顔で飲んでるってことにしといて。顔で飲んでるってことにしといて。もうびしょびしょ。